焦らなくていいの。まずは仕事をきっちり終わら。はい。それより私、さっき資料室の、あとホールのお掃除を頼ま。ちょっと待ちなさい。だからってそんなに処理。まったくもう、あなたは自分の仕事が終わってから。 ただ。 これでいいか。よーし、始めよう。
げるよ。どれを使おうかな。うん、順調順調。どれを使おうかな。風を送るよ。どれを使おうかな。効力を上げるよ。どれを使おうかな。それじゃあ、やったー、できたー。レベルスキルを覚えたよ。材料、何にしよう。これでいいかな。よーし、始めよう。これもいけるかな。うーん、順調。これでどうかな。うん、いい感じ。どれを使おうかな。効力を上げるよ。どれを使おうかな。効力を上げるよ。これでいい。それじゃあ仕上げに入るよ。やったー、できたー。レベル、スキルを覚えたよ。設備の追加投資ね。何がいいかしら。それでいいの？それでいいの？他に何？今できることはこんなところね。どの依頼を受けますか？どうも。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 それ。
今できることは、なんかそれも男の人がいっぱい。何があったんでしょう。おや、二人も来ていたんです。あ、ソウルさんは。あ、ええ、普段。いやはや、この店はすば。では私はこれで、うん、今日から通う店が増えそうだ。それにしたって。そうだよ、おかしい。あれ、デュークさん。いやな、例の新作パンケーキを。へえ、そうじゃねえ。俺はもっと。なのになんで客が男ばっかり増えて。うまい、このデザート最高にうまいっすよ。俺、おやっさんの作るデザ。やかましい。お前ら一体いくつ食ってんだ。てか、こんな調子で売れてるなら問題。女の子が来てねえじゃねえか。何のためのデザート。あ、いやいや、エスカちゃんの食いっぷりはどちらかといえば男連中に負けない。それはま、そんな、ロジーさんまで。ああ、もうやめだやめだ。女の子に流行らないなら新。いや、もう決めたね。あれは多分量を調節するだけでだ。いらっしゃい。